おはようございます、皆さん。今日はね、これセブンイレブンで売ってるパックので、今ちょっと中身ないんですけど、このおでんを使って、メスティンで炊き込みご飯を作っていきたいと思います。まあこの汁と具材を使ってそのままメスティンで炊いたら、まあ結構楽にキャンプ飯になるんじゃないかっていうところで、今回はやっていこうと思います。それでは少し前の自分をどうぞ。はい、少し前の私です。じゃあ早速、ペットボトルに入れてるけど、おでんのつゆ、手づかみでおでんの具。ちゃんと昆布も入れて、これでしばらく落ち、じゃあね、ちょっと前の映像を見てもらったと思うんでね、早速やっていきましょう。じゃあ、つきましたんでね、さっき仕込んだやつ、いってこうと思います。これで火が消えるまでやっていこうと思います。そういえば固形燃料と簡易スタンド、自分が作ってる簡易スタンドのことなんですけど、やっぱり紙とかそういう牛乳パックとか木とか割り箸とかでやるよりも、やっぱ固形燃料の方が全然すすとかなくて、やっぱりそれ専用に設計されたものってすげえ便利だなって思います。はい、それじゃあね、固形燃料が消えたんで、でひっくり返して蒸らしていきたいと思います。
うわ。ごめんなさい。今日ちょっと先見ちゃったけど、あの、炊けてないっすね、全然。蒸らすとか蒸らさないとか。やっぱこれだと失敗するんすね。これで、あちゃー、ちょっと軽く食べてみよう。ちょっと食べてみようと思います。まあ、どうしようかな。うーん、いや、マジでどうしよう。もうちょっと、うん、全然炊けてない。全部おかずだけ食べて、もう一回固形燃料かけようかな。この状態で、まあ、もう一回固形燃料でちょっと炊いてみて。もう一回固形燃料をつけてやってみて、なんか良さげになれ、良さげってか、まあ、ことが前進すれば、うん、なんか報告しようかな。とりあえず結構はっきりと失敗なんで。それでですね、2回目の、固形燃料をやった時にもちょっとやって、まあ焦げ始めちゃったんで、でこれでまあ食べき、まあ一人で食べますけど、ちょっと食べます。なんとかさっきよりはマシになりましたね。だいぶ硬い米ぐらいに収まりました。それではね、最後まで見てくれた方本当にありがとうございました。今日はちょっとおでんの炊き込み作ろうかなと思って、まあやっぱ具材がちょっと悪さしてた感じがするのと、まあ、うん、火力がどうなったんだろう。まあいろいろ考えて、まあ再挑戦する機会があれば
またやりたいと思います。まあ他にもね、あのホットプレート動画だったりアウト動画だったり してるんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼します。